はい、皆さん、こんにちは。今日は、この朝鮮王朝ですね。いよいよ、中世に入っていく段階ですけども、朝鮮王朝の成立ということで、お話を進めていきたいと思います。高麗王朝はですね、滅んで、そして新しい王朝が成立していくと。この朝鮮というですね、もうこれは全世界に聞き慣れた言葉なので、そういう意味では、韓国を象徴するような、そういう時代であるというふうに考えることもできると思いますし、何よりも500年の間、王朝として政権を維持していたということを、まず特徴として挙げられるというふうに考えられます。で、この李成桂ですね、尊敬というふうに、韓国では言いますけども、李成桂という人物からですね、これは武人なんですけども、侍というか、軍人ですけども、その人がこの王朝を始めたと。ということなんですね。まずこの李成桂の活躍ということで、この人は20代からですね、もうすでに軍人としての目覚ましいその活躍を見せていたということで、その時のその背景としては、前回もお話ししましたけども、この元ですね、元の勢力がこの半島にかなりの影響を及ぼしていたと。ここで注意しなければならないのは、この元に対して反発する、その反対勢力と、それから元に追随しようとする、その、信ですね、信元というんですか、元に近寄っていこうとする、そういう勢力の、二つの勢力があったんですね。で、実際はこの元の勢力が徐々に弱まっていくという中で、大陸のこの構図としては、漢民族ですね、中国のその漢民族が勢力を巻き返していくと。で、その中でこの反乱軍の黄巾軍がですね、たくさんのその、周辺の国をですね、支配しながらですね、反乱をしていくんですけども、この黄巾軍、赤い布を巻いていたというところからですね、こういう名前が付けられていたんですけども、実際この、明とのですね、明が成立していくんですけども、こことのその軋轢というんですか、高麗とのその軋轢の中で、ここでもですね、たくさんのその反乱軍との、反乱軍とその、高麗軍とのですね、戦闘があったというふうに伝えられているわけです。で、その後ですね、明帝国が成立しながらですね、実際その国境線ですよね。もともとは、高麗ですね、高句麗ですよね。高句麗の地域だったところをですね、侵入されていたというところから、北ではですね、その黄巾との戦いですね。それから南ではですね、なんとその日本ではですね、室町政権の中では、この南の方、九州のあたりでですね、倭寇というその海賊がたくさん生まれていったというふうに言われているんです。これは海賊というと、何かとてもその、そんなにですね、勢力がないように感じられるんですけども、かなりその大きなですね、大軍を率いて、そして、この半島だけではなくてですね、大陸にも進出していくくらいの大船団を組んでですね、そして、侵入していったというですね、そういう記録があるんですね。ですから、この昆明王というですね、高麗王朝のその王がですね、この北は
まあ、そういった抗菌軍も戦わないといけないですし、そして南ではですね、またそういった倭寇との、その戦いということで、とても悩ましていたんですけども、まあ、ここで登場したのが結局、まあ、イーソンゲと、李成桂ですね、という人物が、まあ、こういった勢力を巻き返していくというふうな形になって、李成桂がたくさんの絵柄をですね、まあ、立てたんだというふうなことなんです。ただし、ここでですね、先ほども言ったように、やっぱり信玄派というですね、チェ・ヨンという信玄派という、まあそういった、まあ、勢力もあったので、そこで、まあ、お互いにですね、派閥争いというものがあったことはあったんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、李成桂はこの倭寇との戦いの中でですね、手柄を立てて、そして、たくさんのですね、まあ、武勇伝というんですかね、後々、まあ、こういった人がですね、この朝鮮を作ったんだと、まあ、高麗を作ったんだというふうなことで伝えられていくわけです。そしてこの当時ですね、いよいよこの儒学者、学者ですね、儒学者がこの政治を、その朱子学という、まあ、これはですね、儒学を政治に適用するというふうに考えていいと思いますね。朱子学というものが現れたと。まあ、これが徳川幕府にもですね、影響を与えていく、そういう重要な、その、政治哲学というふうに、のものが現れてきたと。ですから、やはり先ほど500年という朝鮮時代が続いたというのは、まあ、こういった哲学があったというところも無視できないのではないかと思われます。そして、このウィワードの海軍というですね、事件から、いよいよその李成桂が、まあ、活躍を目覚ましくしていくんですけども、これはどういうことかと言いますと、先ほども言いましたけど、明がですね、この高麗の地を、まあ、侵略しているというところで、逆にですね、この明にある遼東城を攻めていきましょうということで、攻めて描くわけなんですけども、まあ、ここにはですね、安禄山というですね、まあ、こういう川なんですけども、まあ、今はですね、北朝鮮と中国のその国境線にあるですね、川、安禄港があるんですけども、まあ、そこに行こうと言ったときに、まあ、ここにはですね、梅雨の時期はたくさんの雨が降って洪水が起こったりとかですね、するので、まあ、とてもその兵を送るにはですね、なかなか決断をしなければならなかったんですけども、逆に、まあ、李成桂がたくさんの兵を率いてそこに行って、逆にですね、撤回をした、急に撤回をして都に出陣したというんですね。そしてどうしたかというと、まあ、先ほどの4というですね、まあ、人物、まあ、対抗勢力を、まあ、クーデターによって李成桂が、まあ、滅ぼしたというような形なんですね。ですから、まあ、李成桂という、まあ、人物がここにおいて、初めて、まあ、反対勢力をですね、まあ、収めて、そして自分が、一番のですね、そういった政治的な権力を握るようになったと。まあ、そういったところから、徐々にですね、まあ、王としてね、君臨するという、まあ、計らいがあったと言われていますね、王様ですね。そして、この儒学者たちの、まあ、たくさん、その勢力もあったんですけども、この著聞儒というですね、著聞儒という儒学者が、まあ、こういった李成桂に対するですね、反発を持ってですね、逆にまたクーデターをしようとしたんですけども、まあ、この人は失敗したと。で、その時に読んだ、まあ、こう、歌があるんですけども、これが短信歌というですね、ここに載ってますけども、こういった歌を歌いながら、まあ、この高麗の、その当時の、まあ、その当時はまだ高麗の王朝ですから、王朝に対する忠誠心をですね、表したと
ということで、結構有名な歌なので、ちょっと見てみたいと思うんですけども、この命惜しからず、百度も死んでですね、死に死にて、白骨は散りあったに、魂もまた消えぬともよし、君に捧げし、すみません、ポーチ間違えました、捧げし、一片の単身のいかでかうつろわん、というですね、まあ、これは韓国語で、結構もう覚えている韓国人も多いと思うんですね。で、こういった命も惜しからずですね、そこ何回も死んでもですね、私が白い羽になっても魂だけは消えないでね、君というのはこれは君主ですよね、王様に捧げる、もう本当に一途な、まことの心、まあ日本語ですね、まことの心、こういった感じはあまり日本では使わないと思うんですけども、まあ、そういったここは心をですね、捧げますというようなことで、まあ、忠誠心ですね、王に対するその忠誠の心を歌ったものが韓国では結構有名です。まあ、この人は結局はですね、まあ、殺されてはいくんですけども、こういったものも歴史的に残されています。じゃあ最後に、そして結局は朝鮮と。ですね、日本語では朝鮮、朝鮮と言いますけども、国語に来たと。なぜかというと、この朝鮮というのがありましたから、そこからですね、朝の鮮やかな国を建てましょうということでですね、現在のソウルの地、ハニャンというんです。まあ、その当時ハニャンですね。現在のソウルですけども、風水地理説によって建てたと。1392年が成立します。そして1910年まで維持したというですね、かなり長い王朝として、始まることになります。今日はですね、この朝鮮を建てた李成桂を中心とした変わり目ですよね。そしてどのようにして移行していったのかということについてお話をしました。それではまた次の歴史の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。